ギャング、あつさ。フィッシングギャングのあつさです。今回のショアジギングはガチです。まあこれまではライトなショアジギングだったんですけど、今回はですね、県外でもヒラマサとかブリを釣ったりするようなタックル、ガチのショアジギングタックルで、挑みました。去年の2月から、このガチのショアジギングをスタートしたんですけど、ショアジギングでの、まあ、カンパチっていうのは今まで SNS に上がってきたりとか、まあ、超過情報として見たこともなかったんで、まあ、そこにものすごく惹かれてですね、スタートしました。やっぱり情報がないので、こうどこに行けばいいとか、どういう潮で釣った方がいいとか、どの時間帯がいいっていうのももう全くわからない状態でのスタートだったんですよね。秋口はこのシイラ狙いで釣り人もたくさんいるんですけど、12月ぐらいになってこのシイラの時期が終わると、もう磯にパタリとこうルアーマンがいなくなるんですよ。で、全く本当に人がいない磯にあちこち通って、まあ数打ち当たるかなと思ってポイントもコロコロ変えてたんですけど、去年唯一一度だけまあいい当たりがあった磯があってですね、そこではあの乗らなかったんですけど、ガツンと食ってきてボトムで来てたんで、赤人とか大町とかそういった魚だったと思うんですよ。本当にまあ約1年通してそこでの当たりが一番良かったなって、そのたった1回のそれを思い出して、まあ、先月ですね、そこの磯に行きました。それではそちらの映像をどうぞ。おはようございます。フィッシングギャングのあつさです。今日はですねショアジギングをやりに来ました。で、見ての通り磯にやってきたんですけど、今回はですね少し大きめのジグですね、100g 前後のジグを使ってやっていきたいと思います。で、今回のタックルですね、ロッドがメタルドライブ、こちらが1000の MH、 リールがツインパワーの8000番、こちらに P ラインの3号を巻いてます。で、ジグは、鉄ジグの 100g、 これでスタートしていきたいと思います。で、ちょっとうねりが入ってるんで本当は向こうに立ちたかったんですけど、ちょっと危なそうなんで、ここの安全な位置から釣りをしたいと思います。よいしょ、朝まずめやっていきます。1投目よいしょ。最初は30回しゃくって、糸を張らしたいと思います。結構潮が重いんで、いい潮走ってますね。足場が高い位置に移動してきました。風の影響を受けるんで、鉄のジグから鉛のジグに変えてやっていきたいと思います。レイドバックっていうジグに変えます。沈めるジギングなので、シーラみたいにこう水面を引くわけじゃなくて、沈めてしゃくるってなるとラインが太ければ太いほどやっぱり風とか潮に押されて、まず底が取れないっていうのと、ジグが着底した先で風に引っ張られたラインがルアーを引っ張ってしまってですね、根掛かりするっていうのがあって、非常に太いラインではデメリットが大きかったです。そこで、僕がシーラ狙いの時は P ラインの5号を使用するんですけど、沈めるジギングではラインのゴースを落とそうということで、まあ、3号にしました。ロッドはメタルトライブを使用しました。まあ、これは最近から使うようになっていて、まあ、当初始めた時はいつも通りコルトスナイパーでやってましたね。まあ、どっちでもいいと思うんですけど、まあ、長さが非常に大事になっています。で、このロッドは、10フィートです。まあ、長いことによってやっぱ飛距離が出るっていうのと、あとは磯際に立った時にですね、回収したジグが磯に当たらないようにピックアップすることができます。リールがですね、
8000番を使用しました。キャスティングに比べるとジギングの方がやっぱ疲れるので、ずっとしゃくってて休憩がないんですよ。できるだけ、糸巻き量があってコンパクトの方がいいと思います。イールには P ラインの3号を 400m 巻きました。やっぱ動けないので思わぬでかい魚がヒットした時に非常にラインが出されます。その時に最低でもやっぱ 300m 以上巻いておかないとでかい魚取れないと思うので、8000番に3号を400巻きました。意外だったのがめちゃくちゃしゃくってもジグがそんなに上まで上がってきてなかったですね。想像以上にラインが斜めに入っていて、普通の、ジグだったら30回もしゃくったら中層ぐらいまで上がるのかなと思ってたんですけど、全然そんなことなくて下の方でずっとこう泳いでるような感じでした。なかなか活性が高くない限りはカンパチって結構そうですね、上の方まで追っかけてくるイメージがなくて、中層よりは下で食ってくることが多いんですけど、船でやる10回以内っていうのが昭和からやる30回以内くらいの感覚なのかなと思いました。水深が深ければ40回でもしゃくった方がいいっていうのと、あと肘のしゃくり、この振り幅が少ないしゃくりも取り入れてやった方がいいのかなっていう結果にたどり着きました。なんだこれ、なんか来た、お願いこれは取りたい。マジか、うわ突っ込む、よっしゃ取るぞ、よしでかいぞ、お願い、何これ、見えた、何これ、よし、おお、カンパチだ、やった、よっしゃカンパチだ、来た、よしこれは取りたい、よっしゃ、おお念願の、よし、やばい、やった、うらうら、よっしゃやった、よっしゃやった、ふぅふぅ、よっしゃよっしゃよっしゃやった、よっしゃやりました、やったー、めっちゃ嬉しい、これっすよ、これこれ狙ってたんすよ、カンパチ来た、うわー手が震える、ありがとう、やりました、うわうわ会いたかった、うわー本当嬉しい、ずっと正直キングでカンパチ釣ってみたくてやってたんですけど、いや釣れました、沖縄本島で昭和からカンパチ、しかもいいサイズ、やりました、でかい、いやこれは引きました、まさかこのサイズが釣れるとは、もうこれ釣るために何本ボツ動画にしたか分かりません、はいこれですね、ヒレナガカンパチ、うわいいサイズ、よし重さ測ってみます、よいしょ、
ここに見えてるメモリが8なので 8.5 ポンドですね。 8.5 ポンドやりました。いや嬉しすぎる。もう帰ります。よし、はい、4キロオーバーのカンパチを持って歩いて帰ります。いや幸せです。フィッシングギャングからのお願いです。釣りをする際には必ずライフジャケットの着用をお願いします。ライフジャケットにはこういうタイプがあります。腰巻き型、そして肩掛け型、そしてベスト型、こういったものがあります。磯釣りやリーフなど海での釣りをする方にはこちらのベストタイプがおすすめです。万が一落水や流されたりした時にライフジャケットをつけてるかつけてないかで生存率がぐっと変わります。竿やリールのようにライフジャケットも釣り具の一つとして着用をお願いします。